校のミュージックチャンネル始まるよ。お茶の色大学ジャズ研部長のひろこだ。今日はまず皆さんにお知らせがあります。なんと YouTube チャンネル登録者数700人突破しました。パチ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 、チャンネル登録ありがとうございます。さて今日の企画なんですけど、先日 Twitter でいいねの数だけ音を使って和音を作りますっていうツイートをしたんですよ。そして集まったいいねの数なんと110位でいいねいただいて、いいねしてくれた方ありがとうございます。でも待てよ、和音ってなんだっけ。ピアノの鍵盤を全部使ったとしても88件しかないんですよ。いやこれちょっと無理なんじゃないかなと、これ作れました。110和音ということなのでピアノだけじゃ足りないんです。なのでピアノと、ベースと声、この3種類使って、和音を作っていきたいと思います。では早速レコーディングしてきます。お疲れ様でした。できました。では早速聴いていきましょう。なんか問題あります？いやー、110和音ってもう和音じゃなくね？ただの物理的な攻撃じゃん。七大郊外の一つの騒音じゃん。美しいハーモニーを奏でるには適切な音数が重要っていうことですね。ついつい音足しちゃいがちですもんね。過ぎたるはなお及ばざるがごとし、これを教訓にこれからもいいハーモニーを作っていきましょう。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。そこの君、そこの君、チャンネル登録はお済みかな。約半数の人がチャンネル登録をせずに他でもない私の動画を見ていることはお見通しだ。これからバズり散らかす私を応援していないなんて遅れてる。コメント、グッドボタン、チャンネル登録、 SNS 拡散、よろしくお願いします。